漫画文化論です。さて、は <laughs> ついてるし、えー、こっちもどうでしょう。ついてるし、オッケーさて、今日は、あ、これはついてない。今日は、うん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 んんんん ウィンドウがいっぱいありすぎてあったこれか惜しいこれか惜しいこれかはいこれでしたはい <coughs> だってあのー 寒いねこの辺はなかなか温まりません。<laughs> えーっとですねあのー、今だったら今の時代は日本に来る留学生特に欧米系のこう留学生はアニメがきっかけで日本に興味を持ったっていう人がすごい多いと思うんですね。 でも、そもそもどうして外国人は日本のアニメや漫画を知っているのでしょうかその答えはですね私が頑張って紹介したからです。嘘です嘘です。えー、そう言いたいところなんだけれどもそれは嘘になりますね。まあこれから説明するように私もそれなりには貢献しました。が その決定打を打ったのは私ではないですね決定打を打ったのはとても悔しい話なんだけれども私の嫌いな方でしたね嫌い,嫌いという言葉は良くないですね私の苦手とする方ですねでまあそれについてはまた後で後ほど触れますが <coughs> 今日の本題 はアメリカにおける日本の漫画ですね。とですね、このグラフは、あ、あ最新ですね。これはですね、アメリカにおける英訳漫画の、えー、販売金額ですね。もう <laughs>、右は、右は何かあの、何かの変な間違いではないです。えーすごい 金額になっっててしまってますいきなりですね。であのそれまではというか最近までは2007年がピークだと、えー、言われました。でそのピークの話も今日のにおいてちょっと重要な話なんだけれどもえっ、ー、と。<coughs> あのー、その頃はその頃はですねこれえー、と単位は100万ドルですが、うん、多分日本人はそれを聞いてもちょっとピンとこないと思うので <laughs> 当時の日本円にすると2007年ですね2 0 0万 56億円ぐらいの売り上げだったんですね。つまりそれだけ人々があの漫画、日本の漫画の英訳を買うのにお金をかけたわけですね。で、えっ、ー、と、今は、えー、その何倍も、何倍もあります。何倍ぐらいあるうんえっ、ー、と、5倍 そんなことないか四倍はあるか違う、ごめん私、数字が苦れです 3,、まあ、3倍以上ですねすごい見額になってますはい。で、あのまあこれ、とりわけ今日話す必要はないんだけれどもなんでいきなり上がってるかというと、いきなり上がったのはあの、まずね えー、世界的にあの、えーと「鬼滅の刃」のブームがすごかったんですね。でそのブームの最中にコロナが来ましたよね。でコロ,コロナのせい,せいというかおかげで、えー、全世界のこう出版業界があのもうめっちゃ売れました。みんなな人々は家ににいいるのでこう外に出てないのでで外出て えー、本読みたい人がすごい出てきてで日本の漫画の予訳もあのめちゃくちゃ売れてるんですねちなみに日本今の日本では、えー、漫画が今までの日本の歴史の中で一番よく売れているあのいくら多分よく読まれていると思いますが。 その、えー、と今,は今は多分違うと思うんだけれども2007年の,の場合は、えー、その売れてる英訳漫画の半分ぐらいが少女漫画だったんですよで。今はどうでしょうね、今はそこまではないと思うんですね。もう最近もう少年漫画が強すぎて。 で、あのー、あ、これ、これですね。その、えっ、ー、と、2000年前後、アメリカでは日本の漫画の英訳版は漫画の単行文の売り上げの約半分を占めてました。つまり全ての漫画の中で日本の漫画の英訳が約半分を占めてました。多分今はそれ以上だと思うんですね。えっ、ー、と、 そな今だったらいくらかちょっとこうわからないのでいい加減なことを言いたくないので、えー、と置いておこう。でも当時はその約半分が少女漫画だったんですね。<laughs> で今ではあの日本のいわゆる三大漫画出版社集英社小学館講談社は全部アメリカに進出,進出している。 昔はそうでもなかったんですよ。そして漫画という単語は日本の単語は今ではアメリカの若者の間では普通に使われている多分ね今のアメリカ人だったら普通多分ね40歳以下なら漫画という単語を聞くとすぐ分かる日本の漫画のことを指してるってい分かるんですね。 ところがその漫画よりさっきだったのがアニメとそれから特撮だったんですよ。で多分一番あの早いのはこれじゃないかなと思います。えー、アストロボーイアストロボーイは「アトム、鉄腕アトムの」の英語名ですね。あの当時ね「アトム」というのは原始原子っていう意味なんだけれども。 そのえー、こ,これが放送されたのは1963年ですねその頃こう冷戦時代で、えー、アトムというのはなんかどうやらねお,おならのストラングとして使われてた子供たちの間でだからえっ、ー、とアトムといったらこう当時の子供たちはそういうそういうふうにこう連想したらしい。えーと 手塚治虫さんが言っているんだけれども果たしてどうなのか一回こうそれを調べ,調,べ調べないといけないんですね。ととににかくアストロボーイという名前になりましたであのー、これはね何がすごかったかというとまずあの日本で放送するのに手塚さんが、えー、とすっごいすごい安い値段でこう仕上げたんですよ。 で、テレビ局にこう売り込むのにこれだけこれだけの予算で作れますよと言ったんですよ。それが本当にでまあ出来上がったもの見たことあるこの白黒の鉄道の跡を見たことある,あとある人は分かるんだけれどもひまあひどいひどい出来なんですよ。まあその予算ではその予算ではそれしかできないんですよ。ところがですよこれはねあのえっ、ー、と な,なんでそうなったのかいまいち分からないんだけれども日本で放送開始からほんの9ヶ月遅れてアメリカの放送が始まったんですよ。つまりもうあのアニメの企画の段階からそのアメリカで放送するしかもあのゴールデンタイム NBC という、えー、アメリカの当時の大きな放送局の一つで放送されることになってたんですよ。 であのえっ、ー、とこれは私が生まれる2年前のことなんだけれども私も私この白黒のあとはもう見たっけ見てない気がする他のえっ、ー、とえっ、ー、と日本のアニメは後で申し上げるように見ていたんだけれどもあとはもう見てないな。 でもあの当時のアメリカの子どもたちまずねこうお茶の水博士とかねそういう名前が日本語の名前が全部英語の名前になってるんですね <coughs> であの日本が舞台っていう話も一切なくで見てる子どもたちはもちろんこう日本のもの海外のものだと知らないわけですよであのおそらく大人はもう気づいた人が少ないと思うんですねその最後の。最後 クレジットのところを見たら日本人の名前がいっぱい出てきて気づく人はいたんだろうと思うけど <laughs> そしてうんと60年代後半に特撮がまあアトムの場合は全国放送だったんですねそれはそれで結構すごいことなんだけれどもあのー、こういう 今映ってるような特撮の番組が、えー、何本かがあの吹き替え版作られて放送されたんだけれどもこっちはねローカル地方放送ですよ。つまり一部の人たちだけがでそれも決してゴールデンタイムではなくその大体ねこれは土曜日の朝。 えー、あるいはこう日曜日の朝とかに大人がテレビを見てない時に放送されるわけですね。これはあのあの分かる人いると思うんだけれども横山光輝原作の「ジャイアントロボ」という作品の、えー、特撮テレビ番組でした。であの日本ではこれは1967年から68年。 にかけて放送されたんですねでアメリカではその、えー、と69年から放送されました。で、まあ、こういう特撮の場合は、えー、少なくともこの時代ではこ,うこれごまかされなかったんですね。これはもう明らかにこうアジアのものですね、えー。明らかに日本のものだと。 で、しかも吹き替えなので大人が見てこうおそらく大人が見ては口パクがひどいみたいなと、えー、思うんだろうけれどもこれもね小さい子どもねそんなこと全く気にしないんですよ私も全く気にしなかったんですね。そもそもあの人種という概念が小さい子どもにはあの教えられるまではそれはないので。えーあの とりわけこの人たちがこう自分と何か違うっていうのを気づいた子どもたち、小さい子どもたちはあんまりいなかったと思うんですね。ね私が初めてハマったのはこれですよ。ウルトラマンス、こう1968年。で、えっ、ー、と、あの、<laughs> これに、これに、これに出てくる、えわざわざ検索してみせるかどうしましょうか えーっとですね富士退院というえーっと見せちゃいましょう富士退院というこれは なんでわざわざ見せるの？これ富士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 みたいだね。えっ、ー、とこう私の初恋 <laughs> このもうもう可愛くて可愛くてなんて綺麗な人だろうと小さい時思ってましたね。可愛かったね。そう本当にどうでもいい余談でした。 <laughs> えー、これはアメリカでは1968年に放送されまして好きだったねでも怖かったねあのダダとかね超怖かった怪獣の <laughs> 宇宙人のダダ怖かったこれを見たのは多分56歳ぐらいの時だったんですねで本当にもう海外のものとかそういうそういう意識一切なかったんですね 普通にもう夢中に見てました。で一方その大人のファンの方では、えー、こういうものが登場します。これはグレッグ・シューメーカーさんという人が1968年に作った、まあ、同人誌ですね。であの画質がひどいんだけれどもこれはおそらく地球のつもりでで日本の地図 になってる。ちょっとめちゃくちゃな地図だけど北海道どうなってるのか。であの「The、Japanese Fantasy Film Journal」ってまって、まあ、特撮特撮オタクだったわけですよ元祖のアメリカ日本アメリカ人の日本特撮オタクだったセグレークシューメーカーさん、えー。創刊号にゴジラの話を載せてるんですね。 この辺りからそのこう日本の、えー、こ,ういうこういうものに注目する人たちがちょこちょこ出てくるわけですよ。それから「えー、とマッハ555」っていうあのタツのコプロが作ったアニメもアメリカのち地方放送されて私の地方も 放送されていてこれも夢中に見てましてであの何か違うっていうのをすごい感じたんだね。こう他のアメリカで放送されるアメリカで作られた子ども向けのアニメ番組と迫力が違うと思ったんですね。 何が特徴かっていうとそれこそあの手塚さんのその、えー、鉄腕アートもめっちゃこう安い値段で作りますよっていうところから始まってとにかく低予算ですね低予算っていうのがもう手塚さんのせいで低予算っていうのが決まってしまってで、じゃあその低予算でどうやってかっこよくこう見せられるか。で すすごいね、いろいろ工夫するんですよであのキャラクターを動かすのが大変だったらカメラを動かしたらいいわけですね。そういうあのえっ、ー、とアメリカのア,アニメで見ないような工夫があって結構ねあのこう,う興奮して見てましたね。迫力がありましたね。スピードレー 10年ほど前だったか、十数年ほど前に、えー、ハリブルで映画になりましたね。まあ、こうやって日本のアニメ特撮がちょこちょことね、えー、と大体地方放送とかこう、それこそ土曜日の朝、日曜日の朝に放送されるようなもの。 が少しずつ増えてきてでそれにこうしがみつく人が少しずつ出てくるんですよ。大体の大人はあんなものってこうバカにしてたと思うんですね。がえっ、ー、と70年代になるとそのファンたちがこう集まるようになっていろいろ活動するようになるんですね。えー、C CFO FO, C FO ですね、これはカートゥーン・ファンタジー,オー・オーガナゼーション、えー、っていう,こうロサンゼルスにあった、えー、日本基本的に日本のアニメ特撮オタクたちの、えー、と集団だったんですね。これが多分最初ですねこの77年。でそこからねこうあの数年以内に 全国のいろんな町にこう支部会ができるです、ね、で特にね大学がお多かったと思うんですね大学まああの大学生こういうのをやりややりやすいわけですね、えー、そしてやりやりたがるわけですねあそうそうそうそこで <coughs>、うん、これは こっちの,の CFO はロビン・レイレンさんという人がえとメインになったんですがこの方が結構早くからえとこれは彼の話はここでいいか ででいいかなん私のメモではここでこの本を見せろと <laughs>、えー。いや、でもこれは後で見せるわ。やっぱり後で見せます。なんでここで見せるんだったかわかりません。はい。そしてあのー、70年代といえば、立て続け、えっ、ー、とね、SF 系の えと映画が結構成功するんですよ。えーまあ、そ,その直前に1969年だったかなに「あの宇宙の旅え2001年宇宙の旅」という映画が、えー、とすごい注目されてでそれから「えーとえー、スター・ウォーズ」が77年に公開されて。 1978年に「スーパーマン」が公開されて <laughs> で、あのー、とにかく「スター・ウォーズ」はすぐかったのでそのそれに便乗しようとする企画がいろいろ出てくるわけですよ。でその一つは日本のおこういう,こう宇宙を舞台にしたアニメですね。えー、これは「宇宙戦艦ヤマト」ですね。 で、英語では、こう、スター・ブレイザーズという、えー、題名になってて、これは多分ね、とにかくスターというのを入れてかったですね。スター・ウォーズのスターを入れてかったんですね。で、えっ、ー、と、ところがですよ、その、それまでの日本の、ま、アニメと何が違ったかというとこう、こう、一話完結じゃないですよ。あとね、あのそれまでこう日本のアニメでは、 えー、庭完結っていうのも結構ありましたね。えー、マハもそうだったんですねに庭完結っていうのが多かったでこれはそうじゃなくてもう一つの長い物語ですよだから当たりこうある意味当たり前になるんだけれども、えー、その <coughs> 順番がすごい大事なわけですね。順番に放送する必要があったんだけれども。 で、勝手にエピソード飛ばしたりはできないんですね。でそれまで結構ねいい加減だったんですよこういうこう地方放送局がそのこうビデオテープ持ってるわけですよ。で適当にこう <laughs> 適当に流してるわけです。さすがにマッハゴ5ゴゴは私の見てた時はそのち,ちゃんとこう,こう、えー、前編後編を順番に見せてたんだけどな。 でそれからねあの宇宙,、えー、とあの宇,宙宇宙戦艦ヤマトは、えー、ちょっとね大人っぽいテーマが含まれてるんですね結構それなりに深いテーマがあってそれまでのこう子どもたちが見てたアニメにはなかったんですねそれから、えー、78年にちなみに私は当時これほとんど見てなかったちょっ たまにこう放課後にこれも全部ねあの地方放送ですよ。だから全くこういうの放送されてない地域がむしろ多いと思うんだけど、フェロデルダーフィア市では私が育ったフェロデルダーフィアの近辺は、えー、結構放送されていて、でもあの見るのが面倒くさかったんですね。こう家から帰ってきてでつけると。 話の途中なわけですよでそれまでの話がわからないしマイヤーってなっちゃって私はあまりハマらなかったんだけどハマる人はハマったわけですよ。えー、同じ78年にこれもやっぱり「スター・ウォーズにこう」にタイトルの書き方見てください <laughs> めっちゃ「スター・ウォーズ」に便乗してる、えー、ガッチャマンですよガッチャマンなのに「バトル・オブ・ザ・プラネット」惑星間のこう戦いという <laughs> 題名になってる。 ど,どうしても「スター・ウォーズ」作りたいわけです。ガッチャマンそんな話ではなかったと思うんだけどな。<laughs> で、悪名高いのはこれです。<laughs> これです。これはね、英語ではね、ロボテックという題名で、えっ、ー、とー、これも地方放送と、それからこう、 BHS b h s が出たのもうちょっと後だったかなえっ、ー、と <coughs> 何かというとこれはこれもタツノコプロですタツノコプロの超軸要塞マクロスそれから超軸基段サザンクロスそれから、えー、気候創世記モスピーダという3つの作品それぞれね あのー、同じこう題名に出したんですよロボテックという。で、えー、一応順番にも見せるんだけれどもどういう設定になってるかというと設定を変えるわけですよ。これがね全部同じ宇宙で同じ世界でこう行われてるといるという前提にしちゃってるわけですね。もう原作はそうではないんですよ。それぞれぞ別別全く別なんだけど でなぜそういうふうにしたかというとそれねおもちゃのタイアップが、えー、とそれぞれ作品が別,だと,別々だとややこしいということで全部こう,いうこういうおもちゃを売りたいわけですよ。で全部あの一色にしてロボテックという名前で出してでこれをすごいもう批判する人がいるわけですよ。その無理やりこう同じ設定に同じ,同じ世界の別の時代。 というになってるわけですよでそれが許せないというファンもいればいやいやでも私はそのロボティックのおかげで日本のアニメにはまったよという,という人たちもいるわけですね。でもあのー、この作品よりはるかに悪名高い、えー、ローカライズがあってこちらです。さてこれは何でしょうかこれはね Warriors of the Wind という題名になっているんですね。風の戦士たち。これはね、一応ね、風の谷のナウシカですよ。しかしですよ、しかし。何なのこれは何なのこれはこの、まずね、この真ん中の、えっ、ー、と巨、巨神兵に乗っている金髪の青年は誰だ で普通にこうアメリカの軍が使ってるような銃を握ってる。でその隣にいるドクター・ドゥームみたいなロボットは何なんだそして狂心兵と思われるキャラクターが小さくなってでしかもライトセーバーを持っている。で,でもあの見てよこれ。 ペガスが出てくるよ何このペガスっていうかそれ乗ってるおっちゃんは誰なのっていうこの人も銃を持ってるペガサスペガサスが出てくるよで <laughs> 一番後ろに小さく書かれてるのはナオシカと思われるでもめっちゃなんか分からないけど白人っぽいこう女性ですでしかもあの なおしかねあれ一応こうタイツみたいなこうクリーム色のタイツみたいな入ってるやんここではね普通にこう,こうミニスカートになってる <laughs> ミニスカートですよもうすごい謎なんだけどこのそれよりねそのあのひどいのがこのポスターもひどいんだけれどもめっちゃくちゃ編集して。 話の設定を書いて22分もカットしてる22分もカットしてでしかもなんとねオウムっていう虫巨大虫が出てくるよねそのオウムは悪者にされてる <laughs> こっちのバージョンではこうナオシカの敵になってるんですねでナオシカはプリンセス・ザンドラっていう名前になってるしな でこれを知った宮崎駿監督がもう激動したわけですよ。これはひどいと。まさかこんなことになるとは思ってなかったんですね。でも契約上は基本的に何をされても文句言えないような契約になってたんですよ。で多分彼はそれをちゃんと読まなかったしまさかこんなことされると思ってなかったと思うんですね。 あの本当にひどいひどいひどいものですだからもう私ぐらいの世代のその日本アニメファンにこう「Warriors of the Wind」の話をするとみんなが「うわああんなもの許せない」という、えー、興奮するわけですよ。でもそれからねてあの宮崎さんがもうこれで学習したわけですよ。でそこからは その契約はものすごいね注意して作ってね名前を絶対書いてはいけないカットもダメですノーカットえ内容のこう話の内容を書いたりするのももちろん禁止ですねでそういう条件だけこうのみでその許されるわけですね。 で、その条件で最初に発表された彼の作品は、これだいぶあったですね。さっきのは、Warriors of the Wind は85年だったんですね。こっちは93年。結構経つんですね。まあ多分ね、めっちゃ警戒してたと思う。宮崎さんが。めっちゃ警戒してたと思うんですね。で、まあ、これだったら許,す許そうと。えー、これも、一応ね、一応全国ロールショーはあったんだけれども、 あんまりメジャーな映画館では上映されてなくてで評判は悪くなかったんだけれども当時のアメリカではねこうあのねちょっと変な話だけれども当時のアメリカの映画やテレビに出てくる子供っていうのはみんなねすごいおませさんですよ。せているし生意気なんですねでこの大人っぽいことを言,言っちゃってそれはアメリカ人が面白いと思うわけですよ。 であの、えーと、トトロに出てくる子どもたちはめっちゃピュアですよね <laughs> すごい純粋な子どもたちで,でそれが本当の子どもはこあ,のあのアメリカの映画とかテレビに出てくる生意気なこうマセさん、まあ、もちろんそういう子どももいるんだけれどもどっちかっていうとこの,あのサツキとメイのような子どもの方が普通だと思うんですよ。ところががアメリカ人がそういうい もうビッグスクリーンではう出てくる子供はそうじゃなきゃいけないみたいな変なこう先入観があってえその子供たちがこう純粋すぎてこう説得力がないみたいな批評があったんですね。ででもこれは VHS でこう販売されてそっちがもう長年のベストセラーになったんですね。 もうそれをまあ日本もそうなんだけれどももう小さい時に500回ぐらい <laughs> 見ててもう b h s のこう画質がひどく広いものになるまで見続けた子どもたちがアメリカにもいたわけですね。さてあの今までねそのアニメや特撮の話をしてたんですが漫画はどうだったかと言いますと。 えー、ちょっとまた遡りまたりす1973年にフレッド・パテンさんとリチャード・カイルさんが、えー、漫画専門店のこうグラフィックストーリー・ブックショップというお店を持ってたわけですね。ねでそれは基本的にあの、えー、と漫画を売ってるわけです。漫画というのはあの アメリカのま、主にアメリカの漫画それからおそらくヨーロッパの漫画などもう手に入る漫画全部こう売りますという。で当時はヨーロッパの漫画でさえ英訳がほとんどなかったんですよ。もう多分アステリクスぐらいタンタンかなタンタンぐらいかな、えー、しかなくてで日本の漫画も全く翻訳されてないんですよ。 でもあのこう多分日本の訪れたのかどこから手に入ったのかわからないんだけれども元の日本語のこう単行本を手に入れてそれを通販で売ってたんですよこれその通販のこう宣伝のですねえー、住所と電話番号が書いてあってでえー、あの 作品の紹介みたいのが英語でもちろん英語で書かれているんだけれども翻訳されてないわけです。で当時日本語を読める人そんなにいないんですよ。もう日系人ぐらいですよとあともうほんの数人のこう学者みたいな人たちしか読めなかったんだけれどもそれでもこう面白くてこう読めなくてもその見てるだけで面白いってこの人たちが思ってこういう。 のやってましたね73年ですよで、そこでさっき見せようとした、えー、本を見せましょうこれがそのグラフィックストーリーブックショップを,を作ったフレッド・パテンさんの本ですね。これは本人です。もうここではもうおじいさんになって日本のアニメを見てるわけですね。 ワッチングアニメ、リ、えーディング n g a 25 years of essays and reviews。25年分のエッセイやレビューですね。これが本、えー、と出版されたの2004年ですね。その時点でもう結構おじいさんだったんですよ。で、彼はもう4、5年ほど前だったかなに亡くなっちゃったんですよ。亡くなったんだけれども、もうその にアメリカというか英語圏のアニメオタクこう文化をこう作り上げた一人なんですね、えー。こういう人たち本当に珍しかったんですよあの,こあの時代に。今ではもうこういうねオタクは腐るほどいるんだけれども実際に腐ってるのもいるけれども。も この時代にはもうほんの数人だったんですよフレッド・パテンさんですはい <laughs> であの、私自身が初めて見た英語で書かれた日本の漫画についてのものはこれだったんですね マンガマンガ、The World of Japanese c o m e c これを書いたのはフレデリック・ショットさん,さんですね。フレデリック・ショットさんはフリーランスのこうライターさんで、えっ、ー、と、大学の時の、ちょえっ、ー、と、それも割とエリート大学だったかな、の、こう、留学、 留学したわけですよ70年代に日本に留学して日本の漫画にハマってっていう。で83年にこの本を出しました。もうあのもっも早くから日本の漫画を本気で研究している方で、えー、私はもう大先輩だと思って尊敬している方なんですけれどもこの本ではあここにあるわ。 実物がありますわえー、っと日本漫画の全体像みたいな。で彼はねこう歴史の話をし,してそれまでの歴史の話ね。でもうやっぱりね鳥獣戯画から始まっちゃうんですね。 レさんこれ漫画じゃないんだよねと今だったら思うんだけど、えー、日本の漫画の歴史をざっと紹介しましてそしてここからねあのこうジャンル別に紹介するでチャンバラ漫画こう侍系の漫画ですねで多分これをこう最初に持ってきたのは当時の こうアメリカ人はこう日本といえばサムライ忍者ということでかこう興味を持ってもらえるんだと思ったのかなとそしてこういうなんか <laughs>、えー、ヤンキー漫画とかもその延長として「ゴルゴ13」まあここ青年漫画ですねスポーツ根性漫画ゴキゴキッコ 明日の女王とか。で、Flowers and Dreams というのは少女漫画の話ですね。当時ね、アメリカにそういう、当時のアメリカには女の子向けの漫画は一切なかったんです。一切、一切っていうのは言い過ぎか。あの、小さい女の子向けの漫画は少しはあったんですね。それから、なんだっけ。うん、と、 えー、あ当時ね日本がバブルが始まっててジャパンナズナンバーワンっていう時代だったんですね、うん、そこでその経済と漫画の話をしたりしてえっ、ー、と日本のこう有害コミックと呼ばれるものについての、えー、批判とかねそういう 話をしたりして、漫画業界はどういう風になってるのかを紹介して、これからはどうなるのかって言った。で、最後のね、3分の1、3分の1以上、半分近くが、えー、フレッドさんが翻訳した漫画ですね、手塚治虫の火の鳥。これもちろん抜粋ですよ、こう、抜粋、抜粋。 火の鳥、うんえー、松本零士の短編「ゴースト・ボリアー」これは幽霊戦士っていうのかな元の <laughs> 日本語の題名がわからないでえっ、ー、と読めるこう読みやすくするためにこれ全部ね左右を逆にしてるわけですよあのこっちから読めるように絵を全部左右逆にして こうあのー、効果音とか全部書き直してるわけですね。すごい丁寧にやったんですね。そして「ベルサイユのバラ」。そしてそしておちょっと「はだの弦」ですね。はだの弦。でしたね。こんな本でしたよ。すごい本だったんでこの時代にこ,うこの本を書いたのすごいことですね。あ知ってる。 そこで今日のああいう言葉、メンガ大体のアメリカ人はそういうふうに発音する。漫画。m-a-n-g-a。メモってください。はい。でも、あの、ここまでは、えー、フレッズさんの本が出てもね、その、えっとね、まだね、 商業目的、つまりこう利益を取るために、えー、日本の漫画を英訳して売るというのはまだないんですよ。まだなかったんですね。それが始まるのは1980年代、しかも後半ですね。で、私が知ってる限りその最初はこれですね。あの,話の源は えと一部だけがコミックブックという形でや私それ持ってるかな昔持ってた気がするけどあ持ってないかもしれないまあ,、うん、あの今見せたあのフレッドさんの本にあるようなものだったんですねでもそれはねえっ、ー、とあの冷え入り的目的で出版されたつまりあのえっ、ー、と原爆反対こう運動がこう ほぼ無料配布するようなものだったわけですよ。初めてそのえー、と金儲けしようと思ってこう翻訳されたのはこれですね。これは何,何でしょうか。のまずこの絵は誰なんだという <laughs> この絵は知らないでしょう。これはねえ子、ー、連れ狼ですね子連れ狼っていう、えー、と小池和夫と小,、えー、小島豪跡の 漫画ですで、表紙だけは表紙だけはねあの当時アメリカでこうこうアメリカの漫画のこうファンたちがこう尊敬していたフランク・ミラーさんが、えー、表紙の絵を描いてる。な,なんでと思うでしょう。えー、なぜかというとそうでもしないと、えー、誰も手に取ってくれないわけですよ。何この漫画ってなるわけですね。 ね、そもそもこの企画は、えー、この企画はフランク・ミラーさんが提案したらしいんですね。ファースト・パブリシンという出版社が出したんですね。も持もももってる こういう形ですね。これ何ページ <coughs> ちょっと長いのね。90ページ近くあるね。で、普通の編み込みはホチキスで留めてるけど、この通り、ノリで留めてるわけですね。で、これもやっぱり、あの、左右逆、全部左右逆にしてるわけですよ。こう、アメリカ人にとって、とい英語圏の人にとって読みやすくするために。 中のの絵絵はもちろん元の絵ですねで最初の方にフランク・ミラーさんがこのこうえっ、ー、と前置きみたいのを書いてて、えー、面白いよっていう日本の漫画はすごいよって言ってるわけですね。恐れ狼 <coughs> で私があの のの仕事を始めたたは年年だったんですよで90年といえばあの私の「比較マングロン」という授業を受けている人が聞いた話なんだけれども90年といえば、えー、アメリカにねちょっとしたこうコミックブック業界のバブルバブルがあったわけですね。であの特にこうあのちょっとインディーズ系のこういわゆるそのスーパーヒーロー系じゃないもの もうそれなりにこう売れてるように見えた時代があったわけですね。えー、80年代後半ですね。ティーネージ・ミュータント・ニンジャー・タートルズとかの漫画の,こうがの成功がきっかけとなったんだけれどもそこで Viz という、えー、小さな出版社が、えー、とありました。で Viz は、えー、とですね <laughs> 堀渕誠二さんと藤井、えー、悟さんという2人はあのバークリー大学をあの、えー、とカリフォルニア大学バークリー校を中退した2人ですね日本人男性です。で彼らが小学館に提案して小学館のうこう事実上の子会社となって 1986年に立ち上げたんですね。でその出版社が、えー、とちょこちょこと出していたところで、えー、バブルがはじこうコミックブックのバブルがはじけてで、えー、と売り上げがどんと落ちてしまって。<laughs> でそこでねあのほとんどの社員結構社員がいたらしいんですねでほとんどの社員がクビになって政治さんとサトルさんとあとあのこう変ああの人何だったんだろう <laughs> 忘れたんだけどさこうもう一人のこう白こうアメリカ人の白人男性がいたんですねで私がそのその時にそのこうフリーランスで、えー、こう東海岸の方からこうファックスでね 当時はファクスだったんですね。えっ、ー、と翻訳してたわけですね。で私の最初の初めての漫画のお仕事はこれだったんですよ。その、えー、とカムイ外伝ですね。カムイ伝というえっ、ー、と白戸三平この授業でも白戸三平をえっ、ー、とねあれは紙芝居の話をした時紙芝居というか貸本漫画をした時に紹介した。 戸三平さんの有名な作品にこう「カムイ伝」という長いやつがあってそれの「外伝」というのがあって、えー、その外伝を、えー、訳したんですよ。ところがですよその1第1話で強姦の描写があったわけです。つまり「レイプ」ですね。で当時ののアメリカでそういうい コミックブックという形で出してたわけですよこういう,こう,こう薄ペライこういう差し入れねそういうのにそういうのを載せちゃっていいのかわからないということで飛ばしたわけですよ第1話をそのコミックブックで出すときところが今度はそのまあそこそこ評判だしあの単行本出すことになってその単行本 えー、出す時に、えーと「成人のみ」というふうにはっきりと書いておけば別にその第1話にあったこう描写があってもいいだろうとそれでその第1話はそもそも翻訳されてなかったので、えー、その単行本を出そうとしてる時に私が入って。入って これをやってほしいと、その第一話 <laughs>。それから私の初仕事はこう、レイプの場面でした。恐ろしい話ですね。うんと、で、その頃の私の初期の頃の仕事は、あれ、カムイデン、カムイデン。

ーデンはもしかして私持ってないかもね。あムイレン持ってないみたい。なんかこの前あった気がしたんだけどな。ない。ないものはない。えー、っとですね。 いいろろやってたんですよあのランマ2分の1をやりました。これはその単行本ですね。えっ、ー、と最初の。ないか。ルミコ子私いっぱいやりましたね。時の頃。これはメゾン一国。こういう形で出すんですよ。 普通はこれホチキスで留めている冊子ですね、まあ、つまりここには1話2話ぐらいが入る長さですねでかなり初期の仕事でこういうのもありました滅びこれは田上義久さんの作品ですね <laughs> これ独特な絵柄でちょっと描くいいね。今見ても割と新鮮に感じるわ。滅び。サイレントメビアスなどやりましたね。あとこういう SF ものの2001夜物語という。これは星野幸信さん。星野幸信さんは超真面目な ほあの本気 SF を描く人ですね。ガチ青年系。絵はとってもうまいんだけど、うん、ガチガチ、こっちこっち。<laughs> こっちんかっちんのちょっと硬い感じの絵ですね。綺麗だけど。本気 SF です。これも楽しかったね。難しかったけどね。うん。 谷口二郎のホテルハーバービュー。あと、これは、それなりに売れたね、ガンヘッド、サミヤキ屋さん。で、こういうふうにね、カラーで出してるのもあったんですよ。そのカラーについて、ちょっと後で触れますが。はい。<laughs> まあ、そんな、そんなんやってました。 でえー、と私がやったもので一番有名なのはこっちですね「風の谷のナウシカの漫画版の後半です。後半です。えー、88年に Viz はあのー、出し始めてたんだけれどもそれをやってたのはここにはあるかないかスタジオプロティアスという、えー、と独立したスタジオに こうつまり、外注してたわけですよで、そのスタジオのトップの人はトレン・スミスという人で彼自身はそんなに日本語ペラペラの人ではなくああの、までも同卓だったんですね。<laughs> で彼の奥さんが日本人で、えー、主に彼女がやってた彼女がこう、とりあえず英語日本訳してそれを彼が書き直したっていう感じかな。 えとあでもこの作品は違った。このナウシカは、えー、とデイナ・スミスという方がされていて、えー、しかも偶然なことに彼女も私と同じトランスジェンダー女性ですよ。<laughs> でも当時は彼女はまだカミングアウトしてなくてあの昔の男性名で出してたんですよ。でえっ、ー、と。 ところがそのトーレン・スミスという人はすごい個性的な人でこうあの何て言うかな我が強い人で <laughs> で私のそのベースの編集長の藤井さん悟さんもすごい我が強い人で、まあ、2人がこうめっちゃ喧嘩して喧嘩別れしたわけですよ。それで直しかが中断になっちゃった途中でと止まっちゃってでやっぱり再会しようと。 で、その再会の時に私が頼まれて翻訳したわけですね。<coughs> でところがその前半の翻訳はえっ、ー、とちょっと私とちょっとテイストが違うんですね多分それトレンさんのこう決めたことなんだけれどもなんかあのトルキーの「指輪物語」とかに出てくるような。 昔っぽい中世っぽい英語になっていて私それう、えー、なんか違うと思ったんだけれどもそういうふうに翻訳されてしまってでその続編の続きを私が頼まれたので、えー、いきなりこう書るわけにはいかないわけですよ。その読者 びっくりりするるよねいきなりこう口調が変わる、えー、現代風のこう喋り方になっているっていう,こう違和感を覚えてしまうので、えー、最初はすごいあの意識してそのトレンさんたちがやった翻訳こう同じような口調そのテイストにめっちゃ合わせてやって。で 少しずつね書いていたんですよ徐々に書いていてこう多分読み終わった頃私の好みのこう苦情になってるんだけれども多分読者は気づかないんじゃないかなと思います。でこれも余談なんだけれどもえー、とえー、豪華版が出てるんですよ。これはえっ、ー、とですね さっきやったどこのったは <laughs> 日はちょっと時間左ー,ーしてしまうけれども大丈夫です。来週その続きをして次の話もします。ら左か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 ら左まだ左から左から 読,む読めるようにしないといけないので全部左右逆にしてでこう効果音も全部書き直してるわけですよ。でトレンさんたちがやったのはあの翻訳私はちょっとうーんと思ったんだけれども、えー、こっちのこういう効果音のか書き直しはこうそしてレ,テリンレタリングそのこれ編み込みを全部ねこういうふうに手書きに見える。 レタリングになってるわけですね今は実際にもうフォント使ってるんだけれども、えー、手書きっぽいフォント使ってるんだけれどもこの時代はまだねもう本当に手書き全部手書きですよ。でそれをトーネン・スミスたちのバージョンをやったレタリングとその書き直しは超有名な人で <laughs> めちゃくちゃ上手くて。 で、こっちはねこのこれをやった人頑張ったんだけれどももう到底かなわないわけですよ。だからいつもこれを見てはああの人がやってくれてたらもっと綺麗になったとねそれでもすごい頑張ってるんだね。まあそれも余談ですけどところがもう今の読者はそれを求めてない上にナオシカはまだまだ人気が高い作品なので。 こういうい豪華版を出したわけですよビーズがでこっちは元のこうもみから読めるようにしかもこれ私はあのこれは私は言いただけないんだけれども交換音一切翻訳してないんですそのままになっててそれはいただけない私的にはまあ多分ねこう想像は妄想はするだろう 多分こういう音だろうなっていう読者が想像するかもしれないけどこれはもう私からすれば責任放棄ですね。でえっ、ー、とですねこれちょっと冗談なんだけれどもさっき言ったようにこのトレンズさんこれ私のトレンツさんのところでやった方はもうあのトランスジェンダー女性だったんですよ。とこころがですよこの,この 豪華版が最初に出た時にその彼女の名前は昔の男性名のままになっててでしかも私の名前が載ってなかった一切載ってなかったんですよこっちには載ってるよこっちにはちゃんと載ってるんだけど古い方でそれで私こうビズに文句言ったんですよ私のの、の名名前前がが載ってない上にあのレイナさんの名前が 男性昔の男性名のままになってるよと。ああそうだったんですねって。それは申し訳ないと。でそれでこうよく売れるのでその次の班が出た時に、えー、とちゃんとねデイナさんの名前をデイナ,デイナルウェスに書いてここだ。 デイナ・ルースになってて、で、私のやったこっちは <laughs>、ちゃんと私の今の名前になってるんですね。レイチェル・ソーンになってて。t r a n s l a t ですね。ねねえ私、このデイナさんに知らせたんですよ。こうなおしか、ずっとあなたのこう救命になったんだけど、新しいのは、こう。 ちゃんとねえなってますよって知らせたらね泣かれたよ <laughs> こう感動して泣かれましたな感動していただきました嬉しかったですね四段でしたはいうんと寒い手が冷たいはいで初期の こう、日本の漫画を出すのにこう、いろんな問題があったんですよで、一つはコミックブックという形式にこう、縛られてたんですよこのコミックブックの形式とはさっき見せたこれ、これですね まずねこの形で出さないとコミックブック専門店に置いてもらえない。でじゃあなんで普通の本屋に置かないのかって私が聞いたんですよ。<laughs> 私がそれを聞いたんですよ。編集者編集長に藤井さん悟さんになんでこれこコミックブック専門店に出さなきゃいけないんだ普通の本屋に出こうチ,ェーンチェーン店の本屋に出したらいいんじゃないのって爆笑された。何を言ってるのそんな店が こう置いいてくれるはずがないんだとで当時実際そうだったんですよ。その新聞漫画のこう人気のものを単行本に集めたものだけが、えー、こう普通の本屋にあってあとごく一部のそれこそ「ウォッチメン」とか「バットマンダークナイト・リターンズ」とか「マウス」とかねそういうその80年代後半に注目されていた、えー 一部極一部の作品を除いては置いてくれないわけですよ。だからこういう形で出すしかないです。で、こうそれなりに人気が出て、えっ、ー、とこう、今度はこういう単行本という形で出すんですよ。で、単行本めちゃ値段が高いんだけど、まあ、それは後の話になります。コメックブックという形式に縛られていました。で、 もう一つの問題は全部ね左右を逆にしなければいけなかったんです。本当にもうそうしないと絶対に手に取ってもらえないっていう,こう大きな壁があったわけですよ。でえー、っとですねそうすると登場人物全員左利きになる実際に原作で左利きだった人たち以外。 で背景の看板やこう標識の文章が逆になってしまうんですね。えー、なのでそこを全部書き直すかこうそこだけこう、あのー、逆にしないようにあるいはこうもう一度逆にするしかないわけですね。で着物の締め方が逆になっちゃうんですね。その着物の締め方を逆にするのは皆さんいつでしょうか そうです、死んだ時だけです。お仏,様仏様だけが、えー、こう着物を逆に締められてるだからみんななんか幽霊みたいになっちゃうわけですよ。まあ要するに、えー、左右を逆にすることによって一つの問題は解決されるんですね。そのつまり読む順番が一応わかる えー、でも別の問題がいろいろ生じるわけですね。でそもそも書いた人は <laughs> こ,こう当然見た目はこうこっちでこう見れるようにし,しておいたのでそれを勝手に逆にされると、えー、原作者のこうこう,こう意図がそこでこう,こう死んでしまうわけですね。まあ、具体例を挙げましょう。これは あの1994年に、えー、私がしつこく言うので「少女漫画やろうよ少女漫画やろうよ」うよって言うてその少女漫画のこう、えーとえー、一作目はこれだったんですねこのちょっと元のもっと見ましたこれですね。 西恵子、えー、当時ねこの西恵子さんはそ,んなそれほど有名じゃなかったんですよ。今では結構有名な、えー、と漫画家になっているんだけれども彼女の短編、えー、2つ「プロメス」と「気にされてのち」という短編を出しました。こういう形で出しました。あの初めての 商業目的で翻訳された日本の少女漫画ですね。で、えー、とその中のこう2ページを見てみましょう。元はこうです。でそれを、えー、と英語にした時はこうなりました。でそれだけではこう何が違ったのか分かりにくいのでちょっと比較してみよう。ままずずね、そのの、ま、気づくのは 私がこれを。やっても多分そっちではカーソル見えないですね。あそう、これなんとか理解で書いてた <laughs>、えー、ここのコマ、ここのコマは元のままになってるんですね。元のままになってるというのは、えー、こう。そのまず男性のジャケットにこう。英語の文字が書かれてるで、後ろのポスターもオレンジポットとか書。書い 書かれているしでしかもですよしかもえー、とトーンを張っているんですね。トーンを張ってて当時ねこう CG じゃないんですよ今だったらこうフォトショーとかコミ,コミックスタジオとかで簡単にこれこういじれるんだけれども当時ね本当に大変な作業だったのででたまたまこのこのコマだけが四角いコマだったので。 私が提案したのはそれをそそのままにすれれば、と。こそその顔の向きとかが作者からすればおいおいってなっちゃうんですね。でもう一つのはあの、えー、と3コマ目の「松下鹿」っていうのがあってこれが逆になっちゃうので、えー、とそこにいた日本人が。 適当に、えー、と松下しか書き直したんですね。その上のローズというのを書き直した。そう、ここですね。はい。で、今はそれやらないんですよ。今は最悪しないんだけれども。じゃあそれでこう、じゃあ問題、もう今は問題ないですねって言われるとそうではないんですよ。これは私が。 10年ほど前に翻訳した、えっ、ー、と、放浪ーー息子さんという島田卓子さんの作品ですね。これが元の日本語です。で、英語版はこれですね。ページのはそのままになってるんですね。ところがですよ、日本人がこれを読むときに、どういうふうにこう、目が動くかというと、こういうふうに動くんですよ。見えますか こういういに動くんですねところが、えー、と英語版を読むとどういう目の動きになるかというとこれですよほん、ま。つまり吹き出しこうページの上は右からっていう流れになってるんだけれども吹き出しの中の文字はもちろんそれができないので左から読むわけですよ。でそうするとこう,こういう目の動きになるんです。 でえっ、ー、と疲れるわけですよ。目の疲れが違うんですよ。その日本語で読む時と。でこれ解決方法はないかっていうと実はねあるんですよ。これです。<laughs> これです。こういうふうにするとなんと元の日本語と同じ目の動きになります。なんてねこういうふうにできるわけがないんですね。 こんなふうに漫画を読んでたらな、それこそ怒りますよね。出版社に怒りますよね。まあ、あの、要するにね、この、これどうしようもない問題です。これ、あの、さっき話してたそのトレン・スミスさんという、こう、頑固親父 <laughs> もうそれを指摘してたんですね、昔。どっちにやってもね、問題があると。トレンさんは数年前に亡くなりましたね。はい。 それからですねあのア,メアメリカの漫画の読者はカラーに慣れていたんですね。カラーに慣れているのでえー、とそのパッと開けた時にこう「おっ何これ?え」え白黒カラーがないしょぼい」ってなっちゃうんですよ。日本人には多分分かりにくいと思うんだけれどもそうなっちゃうんですよ。で この授業でも言ったように昔は日本もね結構カラーが入ってたんですよ漫画に。でもあの週刊誌がこう主流になってからはえそれがなくなったわけですね白黒モノトーンになっちゃったわけですよ。だからそのそれだけでこうもう手に取ってくれない人がたくさんいるわけですよ。向こうのコミック,ック専門店にしか置いてないので。 コミックブック好きがしかこうまず見ることがない当時でその人たちの多くはカラーに慣れてるからあっしはボーイってなっちゃうんですよそれでねこうカラーでやってみたんですよ例えばアサイレッド・モビエスのこれはあのいきなり裸の描写がえーどこだあれ,こ,れ,こ,れこっちか こっちがそのカラーバージョン。<laughs> やってみました的な。で、黒くなっちゃう。黒い、暗い、暗い。こう、元の漫画、暗くないのに、急に重くなって、暗くなって。これはもう失敗ですよ。失敗。失敗としか言いようがない。で、これね、やってみたんですよ。で、ちなみに、あの、別の出版社が、 アキラを出したんですよの英訳これ翻訳割とひどいんだけどこれも全部カラーですよ。でこれはこっちはもっと頑張ったんですね。すごい頑張ったんだけれどもやっぱりねいらないんですよ。なぜいらないかというと作者はそもそもカラーを前,前,前提にしてないので想定してないので。 えー、自分のこう,こう見せたい効果は白黒だけでこう見せてるわけですよ。その上にカラーをのせちゃうとあの,ー、そ,のそれも作者の意図がもうパーですね。失敗だったんですよ。これこういう風にやってもね誰も喜んでくれないんですよ。 別にこれでじゃあそのこうスパイダーマンを読んでた人たちがおじゃあこれ読もうってなるわけでもないしで元のその読んでくれていた人たちはつまりもう日本の漫画大好きな人たちでそんな邪道なってこう汚すなよっていう <laughs> え反応でしたこれ半年ほど Viz がこれやってみて失敗だったんですね失敗に終わりました でまあ、どっかな、はい、そうあのカラーに慣れてましたで漫画専門店でしか販売できなかったこれもねあのー、めんどくさいよめんどくさいし,しやっぱりね客層が違うんですよ普通の本屋と全然違うんですよオタクしか行かないでしかも男性のオタクが圧倒的に多いんです こんな感じですよ。アメリカの当時のアメリカのこう。コミックブック専門店っていうのは一般人からすればもうカオスですね。こう意味がわからないようなえっ、ー、とものになってるんですよ。どこを見ればいいのかわからない。もう全部ね。個人がやってて統一感がないし、明るくないし。こういう風にね。本当にマジで、そのコミックブックを段ボールの箱にこう。ザーっと並んでて。 で一応ね全部アルファベット順になってるんだけどあの例えばじゃあその漫画のことあまり知らないけれどもスパイダーマンというキャラクター知ってるスパイダーマン読んでみようってスパイダーマン探すんですよ S の方で見,見るとないないないなんでスパイダーマンがないのあるよこっちにえどこっ A ですよアメイジングスパイダーマンです正式のタイトルはアメイジングスパイダーマンなので A の方ですよ えーとでとにかくねもう男性しかいない感じでもう女性が入ってくるとこうあのあの <laughs> えーとジンマシンが出るような男子しかいないわけですよ。女が来たらどうしようみたいな。まあそれはちょっと偏見でしたすみません。はい ででもももううあのー、何もかも違うんですよそのそもそもねコミックブックっていうこういう,こう冊子をすごい大事に保管するし、えー、当時ねその単行本っていうのはほとんどなかったんですよ。ちょこちょこ出るようになってはいたんだけれどもほとんどなくてでだからそのコミックブックを大事に保管するっていうのもその漫画好きのこうすごいね大きな。 仕事っていうかその側面の一つだったんですね。もう何もかも日本と違うんです。だからもうアメリカの読者が考えるコミックブックと日本人が考える漫画とはあまりにも違いすぎたんですよ。そしてジェンダーの問題もありました。さっきも言ったようにあ,あの男性しかいなかったのはそして女少女漫画はなかったのは。 えー、もっともっと昔にロマンスコミックスっていう女性向けのジャンルがあったんですよ1950年代、えーまあ、一応なギリギリ70年代まで続いてはいたんだけれどもその頃にはもう読んでる女性があまりいなかったんですねでいわゆるスーパーヒーローっていうのがめっちゃ盛んになったのは60年代からで、えー、もうコミック業界は本当に男社会だし だしその女性が出てきてもそれはこう,こう男性こう主人公とかのサポート役みたいにしか出てこないですねあるいはこうあのグラビア的なこう役割しかなくてそれで長い間私の子供の頃なんかはもう漫画は男の子が読むものだっていうふうにこう思われてたわけですよだからまず少女漫画な,なかなか出せない出してる 見て評価はされるんだけれども売れないわけですよ。だからあの西稽古の、えーとえー、と短編の出した後萩尾元の SF 作品11人いるというのもやりました。でとても好評ですよ。でも、まあ、そもそもねこ,こういうものがそもそもねそんなに売れないわけですよ。かなりマイナー市場なんですよ。 で少女漫画はその中でもやっぱり苦戦していましただからもうなかなかね翻訳させてくれない最初はなかなか売れなかったんですねこういうもの全般でアニメの方が先に流行ったんです でその理由は大手のビデオレンタル店の出現だったんですよ。80年代後半からそれまでね b h s というというあのあの技術は80年代ずっとあったんだけれども、えー、とハリウッドとかそのテレビを作っている人たちは b h s を出してしまえば みんなが勝手にコピーをしてこう海賊版が出回るようになるそれを懸念してなかなかこうコンテンツを出さないわけですよところがみんなそのこう b h s のデッキをこう買わされるわけですよあの時代にこうみんなこうもう今の時代は b h s ですこうデッキを買いましょうってでみんな買うんだけれどもじゃあ何を見るんだとその見てるテレビの録画はできるんだけれどもこう そそもももテレビにないいのを見たいわけで,す、ね、でえー、と、まあ、そこでちょこちょことこうハリウッドとかがそういうの BHS を出すようにはなるんだけれどもまだ少ないのででもあのみんなこう見たいでそれでビデオレンタル屋さんというのができ出てきてでチェーン店も登場して特に、ね、ブロックバスターというすごい大,大手のチェーン店あったんですよ。 で、そういうところに入るとね何でもありですよ。その、の、こう、あのハリウッドコンテンツがこう圧倒的に多いかと思うでしょうけれどもで、今,今こう実際に DVD レンタル屋さんとか行くとそうなんだけれども当時はそんなにコンテンツなかったのでマイナーコンテンツいっぱいあったんですよ。どこのものなのかわからないものとかね。 いろんなこう海外の映画のこう吹き替え版とかねそういうのがあってそ,そこに日本のアニメの b h s を置いてたわけですよ。で一般人が入るわけですよ。その専門コミックボック専門店と違って一般人が入って「今日何を見ようか」って「え何これ目がすごい大きい」<laughs> これあれじゃないスピードレーサーじゃないマハ555じゃないの?」っていや「似てるけど違うんじゃない?」って。 見てみようかって見てみてその日本のアニメなわけですよ。で、これ面白いじゃん。こういう,う,いうのはアメリカで見たことないね。面白いじゃん。他に何があるんだろう。そういうふうにね、はまっていくんですよ。その、ビディオレンタル屋さんの存在のおかげで。それが結構大きいんですよ。で、あの、でも漫画の方はね、あの、なかなかですよ。そういう。 アニメを見た人たちが必ずしも漫画を買ってくれるとは限らないんですね。アニメだけで満足している人たちがいるわけです。で、必ず私たちの出している英訳を買ってくれるのは、いわゆるオタクですね。自称オタクです。アイエムのオタクっていう子、こう、その言葉をこう覚え,覚えたての人たちが言うわけですね。アイエムのオタクっていう人たちがしか呼んでくれないんですで、そうすると内容が限られてくるんです。その人たちのテイストは。 SFK ファンタジー系の、まあ、つまり日本のこういわゆるオタクたちが好きなようなコンテンツになるわけですね。しかも男性が圧倒的に多くて。ところがですよその90年代半ば頃後半から、えー、とまずね「ドラゴンボール」が出るんですね。ドラゴンボールはが んだけれどもウィズが出している漫画は全部ねその左右逆にしてるでしょであの原作者の鳥山さんは賢い人なので <laughs> それを許さなかったわけですね。いやそれをやったらこう私の絵がめちゃくちゃになるから絶対ダメですと。出すなら日本の普通のこう右から読む順番でよろしくって。でそれでもうようやくウィズがもうアニメの方が注目されるようになったので。 ベ、えー、ーズがようやくその「ドラゴンボールのこう」の普通の右から読むものを出したんですね。で、えー、っと読んでくれてるのは基本的に子どもなんですよ。まあこ、まあ、そ,うそうとは限らないけどとにかくアニメからハマった人たちでその人たちはとにかく「ドラゴンボール」が面白いから読みたいという人たちでその多少こう苦労しても。 読みたいわけですよだからこそこ右から読むのねと分 <laughs> かったじゃあ頑張って読むわっていうなるわけですねそれからえっ、ー、とあのー、ポケモンポケモンもヒットしたこれねポケモンもちろんゲームから始まったんですねあのゲームボーイのポケモンがヒットしてでそれでね1998年 だだったと思うんだけれどもその、えー、とポケモンのアニメとか、まあ、全体全体の仕切りをやってる小プロっていうのがあるんですよ。小学館集英社プロダクション当時は小学館プロダクションだったんですね今は小学館集英社プロダクション小プロ小プロから電話がかかってきたかかってきたんですよ。で私はあのそれより数年前にえっ、ー、と ニューヨークで、えー、とその小プロの人たちの通訳兼コンサルタントをやったことがあるんですよ。で電話がかかってきてこれからあのポケモンのアメリカに出そうとしてるんだけどその手伝いをしてほしいと言われたんですね。でちょうどその頃ね聖火台でえっ、ー、とあの漫画学科を作ろうとしてたので、えー、すいません今ねちょっともうこう。 漫画学科を作るんですよそれでとても忙しいんですよって「ああそうですかそれは残念でしたね」でもね正直に言うて「アメリカではポケモンも売れないと思いますよ」って私が言ったんですねええなぜですかっていや今あのアメリカの男の子の好きなものはね全部グロテスクなものですよその当時ねティーンエイジこうミュータントタートルが最初のこうグロ,グロテスク系の もものだだったんだけれどもそこからねストリートシャークスとかねそういうとにかくグロテスクなのがめっちゃ流行ってたんです、ね。で男の子アメリカの男の子には可愛らしすぎると思う。で逆に女の子アメリカの女の子が見てるアニメとかは、えー、こうふわふわ系のもう超キュートのこうユニコーンが出てくるレインボーが出てくるだのそういうのしかなくてそのポケモンの戦いの場面は。 無理なななんじゃないかなって思ったあそうですかって言われて、まあ、まあ頑張ってくださいっていうことで電話を切って1年後にはアメリカでポケモンが大ブームになってて二度と小プロから電話がかかってこないというえっ、ー、<laughs> と悲しい出来事がありましたで、えー、とそろそろ時間なので えとこの話今見せてる話はちょっと時間をかけて真面目にやりたいのでこれは次回の、えー、この続きを話しましょう。ということで今日は、えー、これぐらいにしときます。それでででは皆さん来週まで達者でな